皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山たずこです。ちょっとコーヒーを飲んでいいですか？スタートからね、なんでコーヒーを飲むのか、ちょっと待ってね。今ね、12月9日夜9時を回っております。今日はですね、パワーチャージイベントでした。すべて終わって皆さんに今日のパワーチャージイベントの様子を見ていただこうかなと思って、今全部終わってお話をさせていただいております。でもね、皆さんにパワーを送るって本当にほぼ休憩がないので、とってもとっても疲れました。なんかもう本当になんか今日ものすごい疲れましたね。今日2023年の最終の最終のパワーチャージイベントだったんですね。もうずっと感動して何度も涙が溢れましたが、でもやっぱりただ単に楽しいとかワクワクするとかっていうよりは、もうやっぱり皆さんにパワーを送りながら皆さんの邪気を取ったりとか修正したり、そして皆さんと語らいながら、とにかくパワーをつけることを教えながら私がいろいろ施すことをするんですね。そしてちょっと語らったりもするんですが、やっぱり疲れないわけがないです。このもうずっと始まったこのパワーチャージが全部終わって、片付けも終わって、今 YouTube を撮らせていただいております。あまりお疲れて目が少々しますね。それを4部こなすということがものすごい体力と気力と、もう本当に全ての精神力、全てのエネルギー、パワーが必要だなと思うんですが、ちょっと飲もうか。今日も何百人参加しましたかね。 Zoom の方と来店してる方に参加していただいてるんですね。今日も世界の方からもご参加いただきましてありがとうございます。参加された方ありがとうございました。参加できなかった方もお元気ですか？もしかしたら一番私が今疲れてるのかもしれない。でも遅れた証拠だなと思うし、皆さんと本当にパワーを共有できたなと思っているので、私がこれ終わってぐったりしてるのはもう本当に達成感と、頑張った私よく頑張りましたと自分をねぎらってあげたい、そんなことが今日一日あって、すっごく本当にね、毎回パワーチャージイベントで私がよくFacebook とかインスタグラム、いろいろなところで感動しましたとコメントを書かせていただいているんですが、本当に感動するんですよね。何が感動するかって、一番初めに来た段階と終わった後にものすごい変化なんですよ。パワーが上がるって、こんな短時間で人がこんなに変化するものかと目の当たりにできるんですよね。で、参加された方はご自身が本当にそうなるので、皆さんが感動してくださるんですね。そしてその感動してる姿を見て、私はいつも励みになったり、もうね、何度も泣きますね。本当に皆さんの頑張ってる姿や変化していくその様子って、もう感動しかないです。今日ね、最終日だったので、2023年のもうずっと参加されてくださった方の皆勤賞というものも皆さんに発表させていただきまして、後日私の手書きの賞状と記念品をお送りさせていただきますので、今回選ばれた方は楽しみにしていてください。去年はですね、2人だったんですよ。1年間通してずっと参加された方、今回1年間通して参加された方、毎月行われているこのパワーチャージ10名もいらっしゃいました。その10名の方々、全員ではないですが、その方々のコメントもいただいたんですね。このパワーチャージイベント興味があるけど、どんなもんだろうと、まだ参加されたことのない方、参加された方は分かりますと、やっぱりあれっていいですよねって分かるとは思うんですが、さらに1回2回でいいって思うとは思うんですが、続けた人たちがどういう変化があるのか、どういうコメントをしてくださるのか、それを皆さんに聞いていただきたいなと思って、今日は本当に優しくて快く受けてくださいましたが、皆さん本当にありがとうございます。とにかく皆さんのその声をお届けしたいなと思って、今からいろいろエネルギーが上がっている方々のコメントも流れます。その中でも皆勤賞を取った方も
流れますので、ここからどんな方が参加されてどんな感想をお持ちなんだろうと、ぜひご覧ください。そして来年の一応話を今しておきますと、パワチャージイベントって1月が新春のご祈祷があって、かなりそこで日数を取られてしまうんですね。で、年末年始のお休みも1月4日までお休みいただくので、そうすると新春の新年のご祈祷とパワーチャージとそのお休みとっていうと、もうカウンセリングのする時間がなかなか取れなくなってしまうので、1月はパワーチャージイベントは行わないんですが、2月からまた来年も同じように開催しますので、皆さん本当に参加されると本当に幸せになるんだなと今日のコメントで感じてみてください。そして来年からはですね、まだ日程決まってないので、お知らせもう決まりましたらこの YouTube 内でもお知らせをさせていただきますが、去年までは一気に1年分取ってしまったんですね。そうすると都合がわからないけど、とにかくその場所を確保しようということで予約取った方が、都合がやっぱりつかなくなる方がかなり出てしまって、そうするとキャンセルが一気に出たりとか、何かうまく予約が取れなくって、取りたいけども満席だと思って取れなくって断念して、でも空きありますって、あ、その日は無理ですとかって、何にもそういうことがあったので、来年からは2ヶ月おきに予約を取らせていただこうと思っております。ただ詳しく本当に決まった時に改めてお話をさせていただきますので、おそらくそういう流れになると思うんですが、一気に1年分は取らない方向で考えております。そういう取り方の方が多くの方が、何かその時その時に必要な方々が取れるんじゃないかなって。そして皆勤賞の話もしましたが、継続してパワーチャージイベントに参加されてる方はですね、やっぱりものすごい変化が出てるんですね。できるだけ皆さんが毎月毎月参加されることを私はお勧めいたします。そこのね、枠の範囲の限りがどこまで要望が効くかってちょっと難しいかと思いますが、とにかく予約を取れる時にもぜひお取りください。ではご協力くださった皆様のコメントをこれから流したいなと思います。本当にありがとうございます。それではどうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ああ、もうね、はい、いや本当に嬉しいです。私始めた時本当やっぱり 1% とかなんかエネルギーとかマイナスなんか 0. いくつとかそんな感じだったんですよ、うん、本当に。それでなんかやっぱりすごい高い方がいらして、どうやったらなるんだろうなんて思ってたんですけど、だんだん続けてきて、秋ぐらい、前回ですかね、その前ぐらいからちょっとやっぱり、うん、なんとなく感覚でちょっと直感が働いたりとかしだして、で最近は特になんか全てもう家でも全てなんか感謝というか、家にあるものとか全てですねになんか本当に感謝で、なんかよく泣けてくるんですね。それでなんか本当に不思議な感じで、いつもなんか私なんでこんな感動するんだろうっていうぐらいいろんなことに感動しています。だからそれがそうなのかなと思って、はい、本当にそうだと思います、はい、なんかねエネルギー高くなってくるとね、全てに感謝してるからエネルギーって高くなるんだけど、なんかね本当にすごいいろんなことにジーンとします。おめでとうございます。素晴らしい。もう手が痛いてジーンとするね。いや本当に辛い時期もあったので、よく本当にここまで上げてくださって本当に嬉しいし、なんかこうやって安定してここに皆さんと一緒に来れて、いろいろな話を聞かせていただいて、また次ここの場所に来れて本当に本当に感謝してます。ありがとうございました。すごいね、カウンセリングやってどういう悩みを持っててとかって全部知ってるので、本当にねこの間もカウンセリングをしてどんどん変化してきて、でもそこにはさ努力なんだよね。もう本当にやっぱ努力してるから泣けてくるじゃない。やっぱその過程を全部見てるの本当になんか我が子のような気持ちで見れますね。気持ちが良くてうとうとしてしまいました。とにかく体がふわふわしてる状況からなんかぐっと落ち着きをこう取り戻したような感じがしますし、なんか感じ方としても非常に前向きになってきたかなっていう気持ちがございます。
68です。大活躍してる方ですから、やっぱね、すごいですね。すっごい嬉しいです。やっぱエネルギー高い時と自分がフワフワしてる時って全然違いますか？いや、実は今月いろいろなことがあって、抜けてるんじゃないかと思ってたんですけど、自分で修正しながらとか、毎日この日々、努力っていうか、してたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。こういうことだよね。何かがあったら、もうダメとかじゃなくて、だからこそ自分で修正するようにすごいやってましたっていうのがこういう結果になってるんだなと思いますね。彼もすごい努力してすごい参加してましたね。ありがとうございます。これからも頑張ってください。もう嬉しいです、すごく、努力してるもんね。全然できなかった時もあったけど、こうやって分かるようになって、なんか分かってきた、いろいろエネルギーって。そうですね、もうパーチャージ受けて2年ぐらいになるんですけども、やっぱりタズさんから教えていただいたことをちゃんと意識したら、やっぱり前の私より自分よりも変わったっていうのはすごく実感はしてますけども、でもまだまだ足りないこといっぱいあるし、これからも努力し続けていきたいと思います。今は、夜の12時過ぎです。深夜です。ありがとうございます。深夜ね、ニューヨークからずっと受けてくれました。ありがとうございました。パーチャージ受けて、いかがですか？パーチャージ受けるようになって、どうですか？はい、私、自分がちょっと大嫌いだったんですけど、コンプレックスばかりで。でも、1ヶ月、タスさんの力を受けさせていただいて、自分で修正してっていうことをやっていったときに、あ、このままでいいんだっていう、なんかちょっと胸がいっぱいになって、はい、よかったね、頑張ってね、全部覚えてますよ、今までのことも。はい、いつもメッセージもありがとうございます。これからも応援しますね。遠くですが、いつもそばにいるような気持ちですから、頑張ってください。やっぱり一番最低のラインにいた時のことを知ってるから、今が嘘みたいです。よかったね、自分でわかるよね。エネルギー上がると自分の感覚が違うのがね、もう本当にすごい努力の人だから、ちゃんとわかるよね。頑張ってね。続けてパワーチャージを受けることによってご自身の変化とかありますか？あります。去年の自分と今の私が確実に違います。どういうところが違うって思うんだろう。 前向きになれたというのもあるんですけども、多少のことではもうへこたれなくなったというか。いやーすごいね。今までは結構すぐへこたれてましたか？そうですね、ネガティブになったりしてたんですけど。不思議だよね。いつもやっぱりそのエネルギーチャージとかそういうのを意識してるんですか？はい、ポジティブに考えるとか。毎朝、はい。あ、ちゃんとやってるんだ。やってます。素晴らしい。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。来年もありますので、本当に継続してもう自分のものにしてください。そのパワーをね、ありがとうございます。すごい、もうエネルギーが満ち溢れてるように、なんかもう熱いっていうか、あったかい感じがして、でも本当に太陽の光に自分がなってるっていうより、守られてる感じもあって、でもいろんな思いもやっぱり魂に、タズさんの声がすごい響いて、自分ではそんなになんだろう、ネガティブな気持ちは今ないので、なんか泣きたくなるようなことないかなって思ってたのに、やっぱ魂が喜んでるっていうか、それでなんかちょっと涙が出てしまった。そうだよね、なんか多分やっぱり浄化されるのかなと思うね。多くの方がなんで私泣いたんですかってよく言われるけど、すごいね、素敵な心だと思います。ありがとうございます。いや、もうなんか上がってきてるなって分かりますよね。自分の感情も変わってるのも分かります。はい、ネガティブな感情ってでもなんか湧き起こってはくるんですか？湧き起こってきます。それ出てきたらどうするんだろう、なんか意識するんですか？あと何だろう、自分今変わってる途中なのかな。友達とかもちょっと苦手な人がいたんですよ。とやっぱりそういうのって離れていく方が今そういう段階なのかな。自分がステージが変わってきてるから断捨離が行われてくるんだよね。皆さんもね、エネルギーとか波動が変わってくるとステージが変わってきて、本当に寂しいと思わなくていいです。断捨離が行われてくるから人の、そうすると質が変わってくる。今までの人がダメだったっていうことでも何でもないんだけど、やっぱ変わってくる、はい、だからそこにひるまず、でも感謝しながら、いなくなる人は本当にいなくなっちゃうから、はい、追いかけなくてもいいです。あ、残る人はちゃんと残って、はい、やっぱりあの時ごめんねって戻ってきたりするから、はい、ね、あの心あったかく受けられるというね。はい、99、今までで初めてです。すっごい嬉しいです。やっぱり嬉しいよね。
自分で頑張ってきた自分のことも褒めたいし、何よりもあの田津先生にすごく感謝してます田津先生ありがとう。でもね、自分の本当に頑張りだよね。本当に変わったら自分が一番ワクワクして嬉しいですね。それをやっぱりさ、認めてくれる人がいるって、はい、なんか嬉しいよね。すごい頑張り屋さんだから、はい、これからも頑張ってください。なんかね、気分がすごくいいんですよ、うん、まあ、太陽の光っていうか、なんか自分がなんか輝いてている感じで、あ、もう毎回こう心にだんだんこう、なんでしょう、強くなっていくような感じがしてます。とても幸せです、うん、来てよかったです、うん、よかった。来る前はさ、初めてのパワーチャージイベントだったから、はい、本当に上がるのかなって不安でしたか、はい、不安でした、うん、でも本当に上がるんだなと思いますよね、はい、これからもやり続けてください。 ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうね、嬉しいです。前回のカウンセリングから変わったんですけども、うん、なんか全く変わりました、自分の中で。それは全く変わったのはやっぱりいい方に。そうですね、物事はポジティブにすごい捉えられるのが普通になってきてますから、うん、ブレがなくなりました ねみんなよく言いますよね、今まではブレてるなっていうのを感じてました。それまで2回パワーチャージカウンセリング1回してたんですけど、なかなか変わらなかったんですけど、うんうん、前回のカウンセリングから急に変わりました。だからやっぱりちゃんとその数字を打ち出すんですよね。視力が 1.5 だったんですけど2.0 になった気分ですね。このもやもやさんがなくなりました。実際の目も視野もなんか明るくなるけど、はい、それってでもやっぱ心が明るくなった感じすごいしますよね。そうですね、やっぱり1回1回受けるごとに職場環境っていうか人間関係がもうガラッと変わりました、ね、あ、そうなの、はい、みんなよく知ってくれるっていうか。それが低い時にはそんなことなかったの？あ、結構攻撃されてましたね。はい、やっぱさ、私いつも自分から変わるんだよって、はい、そしたら周りが変わるよって言うけど、まさにそうです、攻撃されてたの、はい、すごいね。よく自分で耐えてたなと思いました。でも急に本当に周りが優しくなったの、はい、ですね、どうだろう、今12月ですけども、うん、10月後半ぐらいからなんか攻撃食らわなくなったなって言って攻撃食らわなくて、はい、でもやっぱり答えは自分ですよね、はい、素晴らしい、ありがとうございました、はい、面白い話でした。ありがとうございます。本当に最高値の100を打ち出しましたが、今のお気持ちはいかがでしょうか。素晴らしい徳をいただいたように感じます。ありがとうございます。神様みたいに見えるけどすごいね、素晴らしい。いつもやっぱり何か過ごしてる時に心がけてることもあるんですか。やはり笑顔でいること、本当に感謝すること、もうそれを心がけています。すごいね、声のトーンでわかるでしょ。本当にそういう風に見えないけどなんかわかるよ、なんか神がかってそうだよね。ありがとうございます、これからも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。2022年に引き続き今年も皆勤賞ですが、こうやって参加し続けどうなんですか。パワーというものを、そしてなんか感じるものとか、パワーチャージってどういうものですか。はい、僕にとっては毎月のその何でしょうか、まあ、ルーティンの一つというか、なんですかね、メンテナンスをするというか1ヶ月、まあ、そういう意味で参加させていただいていて、まあ、その甲斐あって、本当にこれを始める前はいろいろこう自分の中でもいろいろブレてた部分があるっていうのは本当に分かってたんですけど、本当に何でしょうか、動じなくなったというか安定してるっていうのはすごく感じていますので、今後も参加させて続けたいなとは思っております。偉いよね、もう落ち着いてるでしょ。彼の性格もともとこうなんだけど、前はネガティブなことばっかり本当に言ってたの、今はね感謝してますとか言う内容が変わるなと思って、でも本当に素晴らしいね、なんかこちらも学ぶなといつも思ってますよ。頑張ってくださいね、ありがとうございます。はい、はい、16歳です。はい、16歳、15歳から通い始めたっけ、パワーチャージやり始めたっけ、はい、やり続けてさ、去年も惜しかったんだけどさ、こうやってやり続けてどうですか。なんか周りの出来事の感じ方が全然変わりました、ね、もうなんか感動するね、すごいよね。やっぱりそれはよく見えてくるの、いい感じに捉えられるようになってくる。はい、
悪い出来事だと思うことが一個もなくなって、どういう前だった前だったら嫌な出来事だなと思うことが、あ、これはありがたい成長の機会だとか、お素晴らしい、これはこうだからラッキーだとか思うようになって、前だったらイライラしてたようなこととか、そういうのがもう一切何も、怒りの感情とかも全然なんか感じなくなって、すごい変わりました。もう今の言葉ね、あの会場どよめいてるからね若いのにって素晴らしいって、まあ、まずはあの解禁書をいただいたっていうことでありがとうございます、うん、あの参加できる時は参加したいなと思って、うん、っと参加しております、まあ、理由というのはもうまず一言で言うと、カズさんがあの大好きだからです。あの初めてお会いした時から、まあ、どんな時であってもあの変わらず接してくださりますし、あとスタッフの方、安倍様とか、あの本当に変わらず接してくださってるところ、人柄にもう惚れてしまったって、あの一言で言うと、であの何がこんなにもっていうのは、毎回毎回なんでかなって思うのが、あの初めてこのパワーチャージイベントに参加させていただいた時からのことを思い返しますと、あの皆様のお顔、こちらにあのこのお時間に毎回参加させていただいてるんですけど、いつもお顔が浮かぶんですね。で、皆さんが元気になっている姿を見ると、本当にエネルギーをいただいております。本当に変化があるのを感じれば感じるほど、あの本当にエネルギーを、最後にエネルギーをあのいろいろ教えていただくんですが、いただいてます。こちら の, あの皆様からの一言一言、本当に変わりゆく人たちのエネルギーをあのいただいてるところでございます。はい、いつもありがとうございます。本当になんか涙出るね。今日だけ会ってる人じゃないので、なんか今までの流れをやっぱりね、見てるとね、その変化にこっちが感動しちゃうんだよね。人って本当にね、変われるんだなってこの社長を見ても思うし、あのここの場でわからない方もいらっしゃると思うんだけど、ここの会でずっと参加してくださった大切な大切な方がいらっしゃって、その方が亡くなられたんですけど、すごいパワフルな仲間がいたんですよね。みんなをめっちゃいつもね引っ張ってる方が、参加してる方も今を思い出しながらね、本当にいろんな方との出会いがあって、思いとかも全部伝わって、なんか感動しますね。なんか本当に私に対して惚れたっていう言葉もすごい感謝します。ありがとうね。すごく私の勇気にもなります。なんかもう言葉が深すぎて、本当にありがとうございます。あの背中の力ちょっと抜けてる感じがしますかね。力まないような感じ。はい、そうです、うん、はい、それがあると日常、はい、何か過ごしやすいですか。そうですね、やはりあのなんていうかな、仕事柄ですね、うん、あの私マッサージの仕事なんですけれども、はいはい、やっぱり力んでしまうとやっぱりね、あの仕事しづらいので、やはりその力が抜けて、あのスポーツと一緒ですね。そっか、パワーをつけることで仕事もやりやすくなって、はい、感情的にはどうですか。感情的にはですね、あの実はちょっとまあすごいムカついてることが今まであって、はい、ちょっと恨むみたいな、うん、ちょっと人がいたんですけども、うん、先生のお話聞きながら、今あのパワーチャージ受けて、そういう感じがね少しこう抜けてく感じしました。ご苦労があったね、はい、やっぱ恨むっていうぐらいまでの感情だからすごい辛かったよ ね。 そうですね。それでもさ、そういうことを許すとかそういうことじゃなくて、何か自分に意識を向けて、そうじゃないんだって自分の学びなんだと思えるようになった時に、はい、それはそれで何かの学びなんだなって思えた時に、何にもそこの恨むじゃない感じになってきますよ ね。 そうですね。でもすごいね、あの仕事にも影響して、ちゃんと心にも影響して過ごしやすいですよね、はい、ありがとうございます。パワーをつけていって、もっともっとさらに飛躍してください、はい、ありがとうございます。今日で何回目でしたっけ。いっぱいです
結構いっぱいで、ね、出会ってから結構覚えてますよね。覚えてないですね。完全に動けてくださって本当にありがとうございます。笑顔が増えてるんじゃないですか一番。そしたらさ、うん、自分自身が笑顔が増えたことによって周りの反応は変わりましたか。周り、うん、周りは変わりますよね。今回2023年のパワーチャージ解禁賞ですが、そして今日、はい、あの最後の今年最後ですが100という最高値を打ち出して、一番すごい数字です。高い数字。初めて。こうやって努力し続けた変化って日常の中でありますか。ありますね。やはりあの自分のことを好きに、前よりも好きに、あの短所も含めて全部ありのままで好きになれたら、ね、あの短所を見方が変えれば長所だなっていう感じで、同じカードをねひっくり返しただけの話だなみたいな、そういう捉え方ができるようになったのが、で人も自分もジャッジしなくなったなと思うんですよ。悪いとかいい悪いとかいう基準で見なくなったっていうのが本当、僕これ、ね、ありがたいことで、どんだけこれが人生楽になるかっていう、本当に軽くなったなって、なんか氷みたいな硬いものがなんかあった気がするね。自分なんか溶けてふわっとあれっていう、だからもうなんだか、あもう意味のないことをね掴んでて、意味のあるものにして、それで勝手に悩みを自分で作ってたんだなっていう、それ手放せたっていうか、自然とねそれが消えて、なんか あれなくなってたなみたいな、ただただ連続してて、タツさんに教わったことやってただけで、で楽しくてね、タツさんに会うのはって、あと毎回このあの数値を言ってくださるのが大きいなと思って、あのなんとなくいい感じっていうんじゃなくて、なん数字できちんと言ってもらえるので、あで自分の体感とそれがピタッと合うようになってきて、あこれでいいんだみたいな軸ができましたよね。自分があおっしゃってること本当だ、自分もあ本当だなっていうのが、それがいいサイクルが出来上がったので、ちょっと続けてまたお世話になりたいなと思ってます。ありがとうございました。すごいね、今年もお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。はい、ありがとうね。頑張ってくださいね。学べるとしっかりやってください。はい、じゃあね。はい、失礼します。ありがとうね。じゃあね、またありがとうございました。切るよ。結構ブチッといくからね。ブチッとね。ブチッといくよ。はい、いかがでしたでしょうか。本当にそれぞれのお声が、皆様のそのお声とともに心も、そして本当にどうなったのか、何かを感じていただけたらいいなと思います。まだ本当に全然知らない方は、パワーチャージ受けてみたいなと、やっぱりね、パワーがなくって成功したいとか幸せになりたいって本当に無理なんですよ。パワーがアップすると、そのパワーに必要なことが自分に良くも悪くも降りかかってくるんですね。ということは、自分から放つものがパワフルで、そしてパワーアップして自分にふさわしいことがパワフルな、いいことが起きるように、そんなことを心の状態、そしてパワーアップする技術の問題、いろんなことを教えさせていただいておりますので、どうか皆さんも力にしてください。皆さんが幸せになれるように、私がいろいろアドバイスして一緒につかみましょう。この人生本当に最高だったと、共にそんなことを学んで、本当に最後を迎えた時に笑顔で最後の日があったらいいなと思います。頑張っていきましょうね。まだまだカウンセリングは続きまして、あの営業もまだ続きますが、パワーチャージイベント のご参加してくださった方には、今年は本当にお世話になり感謝しております。また来年お会いしましょうね。あの良いお年をお迎えください。それでは今日は以上のお話になります。皆さんにとってこれからも幸せになるヒントのお話をしていきたいなと思います。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。あ、プレゼントもたくさんありがとうございました。さよなら。